篠原新一、篠原新一、篠原新一、1973年1月23日体は、日本の柔道家、六段、タレント、青森県東津軽郡平内町生まれ、兵庫県神戸市長田区出身。身長190センチメートル、体重135キログラム、得意技は、大外刈り、内股、内股すかし。 父親は建築業をしていた。10歳年下の妹がいる。30歳を過ぎる頃まで本籍地は、父親の出身地である、鹿児島県日置郡近郊町を大阪に置いていた。中学入学と同時に新設された、柔道部に入部して、柔道を始め、育英高等学校を経て、天理大学体育学部へ進学。大学生の時に才能が開花し、外国人に負けない体格と、 技術、パワーによって多くの大会を制覇した。天理大学卒業後は、朝日課生に入社し、2000年シドニーオリンピック1 0 0ラム超級にて銀メダルを獲得する、口述する誤神問題を参考。2001年から、天理大学体育学部専任講師兼道、大学柔道部監督、2003年に現役を引退した。2004年に、 同淳教授に昇格。2008年から2012年まで柔道日本男子代表監督を歴任。2013年3月末で天理大学を退職。野村忠博は天理大学の後輩であり、先輩、後輩の枠を超えて仲が良い。番組共演がきっかけで同学年の中井正宏と仲良くなり、篠原曰く中井くんのおかげでいじられ。 キャラになっったと語っている。私生活では1995年11月に、天理大学の一学年上の女性と結婚している。朝日火星に所属していた時の結婚であり、最初は宮崎県延岡市内で生活していたが、試合で勝てず結果を出せなくなってくると、大学時代の恩師、正木義美から、天理で練習しろと言われ、妻を延岡に残して、天理大学寮の寮感として、 天理に移る。一年後には妻も天理へ来て、再び同居生活を始めた。四人の子、三男一女の父親でもある。三人の息子は柔道をやっているが、篠原は息子たちに対して指導することはなく、古問の先生や道場の先生から教わりなさいと、篠原は言っている。娘に注意したいことがあるときは、娘に嫌われたくない思いがあるためか、 妻を介して間接的に注意させているという。自宅の換気扇の下でタバコを吸いながらコーヒーを飲んでいる時がリラックスできる時間だと語っている。ひばりが丘中学1年の時に体格の良さを買われて柔道を始めた。しかし遊びたい森でもあり毎日やめることばかり考えており練習もサボっていた。中学3年の時に 神戸市の大会で3位になった。中学を卒業したら働いて、車でも買って遊ぼうと、高校への進学は考えておらず、両親もその考えに同意していたが、育英高校柔道部監督のアリー・カツに誘われ、育英高校へ進学することになった。大柄な体系任せの柔道は、高校では通じず、高校時代は柔道を辞めたいと思いながらも、監督のアリーが怖くて、 やめることができなかった。実際、よく殴られたりもしたという。育英高校では、柔道の基礎を叩き込まれ、高校2年の高校選手権の個人戦では、初戦で敗れたが、団体戦では5位となった。高校3年の時には、インターハイ重量級に出場するが、決勝トーナメント2回戦で、大阪高大校の吉野健治に、技ありで敗れた。 高校卒業後は就職する意志が強かったが、監督のアリエの強い勧めで、1991年には、アリーと大学時代に同期だった、元無差別世界チャンピオンの正木き美がいる、天理大学へ進んで指導を受けることになった。1年の新人体重別 95kg 長級では5位にとどまったものの、強化選手に選ばれた。強化合宿では、 世界チャンピオンである JRA の小川直也の稽古相手を務めた。2年の優勝大会では3位となった。ジュニア体重別では、決勝で大学の1年後輩である牧師刑事に、横四方肩で敗れたものの、荒削りで奇切な面も多いが、技に秘めたパワーと、常に前に出るその姿勢は、今後を楽しみにさせる逸材と評価された。3年の時には、 勝利気配の初戦で、東海大学一年の上水健一郎に判定で、敗れるも無差別で争われる全日本学生選手権では、決勝で近畿大学三年の竹村雄太を大外刈りで破り全国大会で初優勝を飾った。なお、この時には、畳の上で、サッカーの三浦和義のカズダンスを真似た死のダンスなるものを披露したが、周囲の指導者から注意されて、 それ以降は封印することになった。一方、今回の優勝をきっかけに世界を目指す気持ちが芽生えたとも言う。優勝大会でも決勝の近畿大学戦で勝利するなどチームの5年ぶりの優勝に貢献した。だが、勝利期国際では決勝でドイツのフランク・モラーの払い巻き込みで敗れて2位に留まった。フランス国際では決勝で エストニアのインドレク・ペルテルソンの法上司法方で、敗れた。4年の時には、行動完売決勝で、日本道路公団の三谷光一郎を有効で、破って優勝した。勝利期配では、決勝で、牧市を効果で破って優勝すると、全日本学生選手権の決勝でも前年に続いて、竹村を大外狩りでして、学生二冠を達成した。優勝大会では、 決勝の近畿大学戦において、警告で勝利するも、チームは2位に終わった。ワールドカップ国別団体戦では3位になった。カノーハイでは準決勝でも、ラーニー1-2の判定で赤敗して3位だった。続く行動完売では、決勝で小川を3から0の判定で破り優勝した。フランス国際の決勝では、世界チャンピオンである地元フランスのダビドウを、内股の友好で破って、 優勝を飾った。翌週のオーストリア国際では準決勝で丸中のマスジカツユキに技ありで敗れて3位だった。1995年には大学を卒業して朝日課生の所属となった。全日本選手権に初出場すると準決勝で会社の2年先輩で8 6ラム級の世界チャンピオンである中村義夫と対戦することになった。この試合では 序盤、中村をほうけさ型で抑え込むが11秒で逃した。終盤には中村の小外刈りに内股で応じたところを中村が裏投げ風に切り返して両者ほぼ同体で倒れ込んだ。最初は中村の有効ポイントになるも、主審の川口隆夫によって篠原のポイントに訂正されて、結局、篠原の勝利となった。 この一戦は技を仕掛けた中村のポイントではないかとの声もあり、篠原自身もあの試合は負けていたようなものだからラッキーとコメントした。決勝では気持ちの整理がつかない状況で小川と対戦すると沈り込み足から腕座腕肩を極められて寝技に持ち込まれと横四方肩型で一本負けして2位にとどまった。選抜体重別では準決勝で 増地に判定で敗れて3位に終わるものの、世界選手権代表に選出された。世界選手権では、無差別に出場すると、準決勝で、ロシアのセルゲイ・コソロトフに、開始30秒の大打ち狩りで敗れるも、3位、決定戦で、ベルギーのハリー・ファンバルネベルトを、内股すかしで敗って3位になった。その後、天理大学のハンドボール部員だった女性と結婚した。続く、 アジア選手権では9 5ラム超級と無差別の2階級制覇を達成した。行動完売では準々決勝で今野順に内間すかしで敗れた。1996年のドイツ国際では初戦で敗れると、選抜体重別では準決勝で小川に注意で敗れて3位。全日本選手権でも3回戦で三谷に内間すかしで敗れるなどして、 結果を残せず、1996年、アトランタオリンピック代表にはなれなかった。その後、マルセイユ国際で優勝すると、カノーハイでは、決勝でミタニを大外刈りで破って優勝した。1997年のロシア国際では初めて、カラー柔道着を着用して大会に出場するものの、2回戦で、地元ロシアのタメルラントメノフから有効を3つも取られて破れるが、 敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。フランス国際では5試合オール1本勝合致して2年ぶり2度目の優勝を飾った。選抜体重別では決勝で警視庁の牧師を高歌で破って初優勝するも、全日本選手権では3回戦で JRA のカモチ同盟に判定で敗れたが、世界選手権代表に選出された。東アジア大会では優勝を飾った。 世界選手権では三回戦で、トメノフを大外刈りで破るなどして決勝まで進むと、地元のルイへと対戦することになった。この試合では常に前に出て、積極的に攻める姿勢を見せていたにもかかわらず、逆に指導ポイントを取られると、終盤には反則負けとなる不可解な敗戦を喫した。試合に負けて、勝負に勝ったとも評される一戦となった。 行動考えの 100kg 超級決勝では、大学の2年先輩となる新日鉄広畑の矢部、直人を体落ちでって優勝した。1998年の選抜体重別では、大学の4年後輩となる村本達刈を内股で、破って優勝した。全日本選手権では、東海大学2年の井上康生と、対戦試合技で破って初優勝を飾り、続く、 ワールドカップ国別団体戦でも優勝した。アジア大会では左膝を負傷しながらも、決勝でイランのマフムードミランを内股すかしで破って優勝した。1999年の選抜体重別では、決勝で明治大学1年の宗田康幸を効果で破って優勝した。天覧試合となった全日本選手権では、大会史上最年少の18歳で決勝まで、 勝ち上がってきた胸たを大外刈りの技あり破って2連覇を飾った。世界選手権の 100kg 超級では、決勝でペルテルソンと対戦すると、警告でリードされるも終盤に大外刈りを決めて優勝した。無差別の決勝では、トルコのセリム・タタログルを内股で破った。今大会では、総計11試合のうち10試合で一本勝ちする、圧倒的強さで山下康弘。 小川、は、ドゥイエに次ぐ史上4人目の世界選手権での階級制覇を達成することになった。2000年の選抜体重別では会社の後輩でもある村本を技ありで破って優勝すると全日本選手権では決勝で井上を警告で破って大会3連覇を飾り2000年シドニーオリンピック代表に選出された。シドニーオリンピックでは準決勝で トメノフと対戦すると、ポイントをリードされるも大外狩りで逆転勝ちした。決勝では、ドゥイエと対戦すると、1分半過ぎに、篠原の内股透かしが決まったと思われものの、逆にそれがドゥイエの有効ポイントと判断された。その後ドゥイエは、注意を受けて、ポイントで並ぶものの、終盤に、ドゥイエが、内股返しで有効を取り返したために有効一つの差で、篠原が敗れるとになった。 終了直後に監督の山下康弘が篠原の内又すか氏は篠原の一本であったとして抗議したものの愛婦試合審判規定にある一度審判員が判定を下して畳から離れたらその判定を変える子はできないという条項に転職することもあって結果として抗議が受け入れられることはなかった二0一年の選抜体重別では会場で出家が見つめる中 村元を技ありで破って大会後連覇を達成したが全日本選手権では決勝で井上に判定で破れて4連覇はならなかった。世界選手権では準々決勝でロシアのアレクサンドル・ミハイリンに開始早々の墨返しで破れるが敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。さらに国体青年男子の部には奈良県代表として出場するも準決勝で 東京都代表の田村和也に内股すかしで敗れた。2001年には朝日成を退社すると天理大学体育学部専任講師兼柔道部監督に就任した。2003年には約1年半ぶりの試合となる全日本選手権に出場するが準決勝で鈴木刑事に1から2の判定で赤敗して3位に終わり、その後現役引退を表明した。 シドニー五輪1 0 0ラム超級決勝で、フランスのドゥイエと対戦した際に、ドゥイエが内股を仕掛けてきたのに対して、篠原は内股すかしで返した。これに対して、主審は、ドゥイエの有効と判定した。副審の一人は、篠原の一本と判定したものの、もう一人の副審が、主審の判定を支持したためドゥイエに、有効が与えられた。山下康弘選手団監督は、 審判委員から審判団の再協議を申し出られたにもかかわらず、フランス語のわからない山下選手団監督はそれに気づかず試合の継続を許してしまった。その後、ドゥイエが注意を受けたことにより、篠原に有効が与えられ両者のポイントが並んだが、さらにその後、ドゥイエが再び技で有効を奪いそのまま試合は終了、有効一つの差でドゥイエの優勢勝ちとなった。 試合後、山下選手団監督及び日本選手一同が猛抗議したが、試合場から審判が離れた後は判定は覆らないという国際柔道連盟試合審判規定第19条に入り、類への優勝が確定した。この結果に対して日本では柔道関係者、マスコミ共に誤審と断定して審判を批判した。中には主審を務めた。 クレイグ・モナガンやニュージーランド柔道連盟、出身の出身国に、脅迫まがいのコメールを送りつける者までいた。それでも、篠原は、審判もディエも、悪くない。誤審すべて自分が弱いから負けたんですとそれ以上言明せず、潔く引き下がった。篠原はこの試合の敗因は、問題となった判定そのものではなく、その後に気持ちを切り替えて、 残りの時間で逆転することができなかった自身の弱さであると主張している。この事件以後、国際柔道連盟では誤神防止や判定の難しいケースに備えてビデオ判定を導入し、ルールの徹底と試合判定の明確化に力を入れるようになった。また、現在のジュリー制度のきっかけとなった試合でもある。なお、この二人の誤神問題は、これが初めてではなかった。 この事件の3年前にドイエの地元、フランスで開催された世界柔道選手権大会の決勝でも二人は対戦しているが明らかに不可解な判定でドイエが勝利している。この件に関しても日本側は抗議したが大きく問題視されることはなかった。天理大学準教授兼同大学柔道部監督として更新の指導のほか柔道国際大会での解説や関連番組への ゲスト出演を行った。2008年11月4日には2008年北京オリンピックで金メダル2個を獲得して五輪後に優待した斎藤仁志監督の後任として柔道男子日本代表監督に就任した。篠原は現役引退後は代表監督就任まで日本代表コーチの経験がなく異例の代表コーチ未経験での代表監督就任となった。 天理時代からの愛弟子である、穴井隆史章や西山大輝、森下淳平、上川大輝などの新鋭を発掘し、マンツーマン指導により、競合選手へと育て上げた。2010年世界選手権では、その新鋭たちの活躍により、日本男子の獲得メダル数は過去最大となった。だが、2012年ロンドンオリンピックでは、日本男子史上初の金メダル0個という結果に、 終わった。篠原は、これは、私の責任。特に選手に対して申し訳なく思っていますと、コメントし、身体について全日本柔道連盟に一任した。吉村和夫協会委員長は続投に強い支持を表明し、自身も続投に、前向きの姿勢を示していたが、10月に入ると続投を、誇示する姿勢を見せるようになり、結果して辞任することになった。 2013年3月末に、天理大学を退職した。大学を辞めた理由は、柔道界の不祥事とは、関係がなく、もともと柔道指導者は柄に合っていないと考えていた。ことや40歳になったことをきっかけに妻を、代表取締役する産業廃棄物処理会社で、一般廃棄物、医療廃棄物、産業廃棄物及びリサイクル物処理業務関連の、 仕事に取り組むことになったため、役職は専務。2015年に、ベストケーキニスト2015を受賞している。2016年リオデジャネイロオリンピックで、井上康成監督率いる男子柔道日本代表が、金メダル二つを含む、全階級でメダルを獲得したことで、篠原の監督としての力量が再び問われることとなった。篠原自身も、自虐的に、 前回の監督と違って、素晴らしいとしか言いようがない前の監督は何してたんや、と述べている。篠原の代表監督としての指導はただとなるだけで、選手からはあいつ呼ばわりされていたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。